プロレス王子光本です。この日は雨の日の撮影現場に向かいました。リクエストに応えます。すいません、ちょっといいですか、はい、あのこの辺でプチシャーっていうパン屋知ってます？プチシャーっていうパン屋、プチシャーさん、はい、あの昔ミノモンタさん司会の愛の貧乏で、どこにあったんですか？あった場所、え、ちょっと待って、来てもう壊しちゃったもん。え、壊しちゃったの？壊しちゃった。ここが、ここの一角が、うん、お家だった。ここですよ。そう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 。お店だったの？え、なんかあった、阿部川さん今どこにいるんですか？あ、でもここに住んでたんですか？今どこにいるんですか、あの人？今はね、どこだろう、一人は変な話、奥さん、ご主人は、ご主人、あ、離婚したんですか、あの人たち？いや、わかんない。え、主人はどこにいるんですか？三丁目のここのお寿司屋さんあるでしょ、うん、お寿司屋さん入ったところの、うん、3軒目か4軒目ぐらい、あのお寿司屋さん入ったところの3軒目か4軒目にいるんですか？そうです。へえ。でも多分昼間いないと思う。ああ、そうなんですか。うん、お勤めしてるから。え、正直僕あの番組中学生の頃すごい真剣に見てたんですよ。で、どうです、正直あのあとすごいお客さんとか来ました？うちここにいなかったんで。ああ、食べたこともないですね、じゃあ。 あります、何回か。ああ。何回かあるけども、ここじゃなかったんで。え、でもその時お客さんとか並んでなかったですか、買いに来た時？最初の頃は並んでたんじゃない？やっぱり。ああ。どこでもどうだけど。そうですよね。そっか。え、食べたことあります？いや、俺は全然ない。僕あの番組ね、中学生の頃ね、毎週見てたんですよ。それで今日来たんですよね。ああ。そっか。じゃあ、あのお寿司屋さんを左に曲がって3軒目ぐらいのところにあるんです。いるんです。そうそう、住んでるのはね。あ、アパートかなんか。いや、一軒家。一軒家にね。うん、阿部川さん、そうですよね、はい、わかりました。すいません、ありがとうございます。ここのお寿司屋さんの右に曲がった3軒目、阿部川さんで住んでるんだ。3軒目って言うけど違うよね、名前が。あれ、阿部川さん、ここあれ違うかな、阿部川さんじゃない。すいません、阿部川さんでしょうか？あ、違います。あれ、阿部川さんってご自宅じゃないです？え、表札これはになってると思うんですけど。あ、いや、そうなんですけど、なんかあれ、阿部川さんっていう人がなんか住んでるって聞いたんですけど。あ、うち違いますよ、あの3年ぐらい住んでますけど。あ、そうなんですか、はい、ごめんなさい、間違えました。はい、あのすぐ目の前がなんかあの昔プチシャーっていうパン屋でしたよね。あ、こっちね。そう、え、あそこってなんかあの僕あの番組中学生の時にあの真剣にあの番組見てたんですよ。ミノモンタさんの愛の貧乏。そうね、いろいろやったもんね。そう、僕あれ好きで見てたんですよ。で、まあ最初来て、あ、最初放送した後1年後にミノモンタさんが来て怒られたじゃないですか。うんうん、抜きチェックでね、うんうん、で今ほらなんか潰れちゃってるって聞いたんですよ。あ、もうそうない、はい、え、食べたことあります？ああ、ありますよ。美味しかったです？うん、まあまだね。まあまあ、え、うん、放送前放送後って両方食べました？
両方食べたけど、うん、あんま変わんなかったでしょ。変わんない。でも最近ちょっとほら放送が高くなったしね。あ、放送後、うん、あ、放送してから、放送してからね。で放送してちょっとは変わったけどまた元に戻ったんでしょ。そんな感じでした。あ、食べてみてそんな感じしました。今なんかあそこ もっと向こうで買ってたから、え、もっと向こうにパン屋さんがあって今ないんだけど、うん、そこも手作りで古かったから、うん、そっちへ行ってたから、あ、そっちの方が美味しかった。まあ前だから、あ、テレビちょっとテレビでやったから行ってみる、たまに買って、うん、主は向こうだった。ああ、そう、なるほどね、うん、でも向こうの方が美味しかったんでしょ。そう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 、だって向こうはすごいな、年数が、ああ、もうね、うん、で今なんかそこにお寿司屋さんがあって右に曲がると、ほら、あ、有川さん、あの、そのプッチャーのほらご主人が住んでるって聞いたんですよ。うん、でもほらお勤めしてたら今いないと思う。え、でもあれ右行ったけど今行ったけどね、す、今すん、あ、私もよくわからないの、奥だからね、うん、お寿司屋さんを右に曲がって3軒目ぐらい、うん、そう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 、なんか私もあんまり行ったことない。でもなんか阿出川って書いてないんですよね、家が。わ、うん、わかんない。え、奥さんは近くに住んでないんですか。あ、うん、もう、あ、離婚されたとか。あ、離婚されちゃったんだ。そこら辺ちょっとわかんない、離婚だか別々、あ、別居なのか、ちょっとそこよそ様のあれだから、あ、ちょっとわかりません。そうか、でもご主人さんっていい人です。静かな人だったね。あ、静かな人なんだ、うん、奥さんがなんか結構頑張り屋なんでね。そう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 、ほら夜居酒屋で働いてね、ほらパン屋をやりながら夜は居酒屋でほら働きに行ってたって。知らない、あの番組で言ってたんですよそれ。そうですか、うん。あ、え、じゃあお客さんとか周りの人でも近所でも行ったことのあるっていう人います？行ったことのあるっていう人います？例えばあのここのほらお客さんとかで。この辺みんな買ってたわ、やっぱここにあるから。で正直近所の人からの評判だとどうです？いや、わかりません。あんまわかんない、わかんない。わかりました、はい、ありがとうございました。すいません、やっぱ行ったけど家なかったですね。当て川って書いてないですよ。あ、本当に。じゃあ取れたのかな、わかんない。ああ、そうですか、うんうん、ですいません、お客さんとか近所の人もここあのそこのプッチャーさんって買ったとか行ったっていう人結構多いですよね。いやー、ほら住んでなかったからわかんない。いや、だけど近くにいた時とか買ってた時とかいませんでした？買ってた人とか行ったことあるよっていう人、みんな言って、なんて言ってたかなと思って評判が聞きたいんですよね。だってほら僕行ったことがないから味とか分かんないじゃないですか、うん、美味しかったです。でも食べて、いや、まずくはなかったですよ。あ、そうですか、うん、あんパンとかクリームパンですよね、あの修行で習った。あ、そういうの食べたことない。食パンですか、買ったの。だってあれですよ、あんパン食パン、あんパンクリームパン食パンしかなかったんですよ、あの修行した後は、番組放送した後、うん、ほら、なんかここにいなかったんで、うん、うん、あんまりよくわかんないですよ。あー、なるほどね、わかりました、はい、じゃあどうもすいませんでした、はい、すいませんでした、はい、プチチャーのあった場所は地下鉄南北線の島駅を降りて2番出口を出てローソンとオリジン弁当のある道を入ってまっすぐ進み、突き当たりを右に曲がってまっすぐ行くと右側にありました。現在は取り壊されて普通の一軒家になってます。改めましてプロレス王子光本です。プチシャーの、リクエストをいただいた方本当にありがとう。いやー、今日はね、本当にね、雨の中の撮影で、プチは前から行かなきゃ行かなきゃと思っててやっと行けたんだけどね、やっと行けたら今日はね、あいにくの雨だったんで、ちょっと思った以上のね、クオリティのね、ちょっと映像ではなかったとは思うけど、うん、でも、閉店ということをお伝えすることができましたね。ご主人さんはあのね、以前お店をやられた、今ね一軒家が建っちゃってたっていうことで、以前お店をやられてた場所のすぐ近くのお寿司屋さんをね、あのちょっと入ったね、路地のところにね、路地に入ったね、何軒目かのところに住んでるってことだったので、まあ、ね、今日はちょっと昼まで会えなかったんだけど、でもいずれは多分、まあ会えると思いますので、まあその時はその時で、今日はちょっと昼までね、もう今勤めに行っちゃってるみたいだから、
多分いないんじゃないかって言われたんで、今日はまあ雨降ってることもあってちょっとまあここでちょっと断念しちゃいましたけど、まあまたいずれはね多分会えると思うので、まあその時はその時お楽しみに。まあ今はね梅雨の時期だからねしょうがないんだよね、もう雨が多いのはね。だって今日6月18日でしょ、今年はね残念ながら東京大会ないけどね、明日6月19日はね僕のデビュー記念日なんですよ。日本時間の6月19日ってね、昨年一昨年東京大会やったでしょ、今年は残念ながら東京大会ないんだけどね、だからあの東京大会のあの日もそうだったでしょう、もう毎年毎年雨なんだよね6月19日のデビュー記念日はね。ほんでね、その約1週間後の6月25日はね僕のバースデーって言ってね、まああの6月25日も今度34歳になるんだけど、それもまたね毎年毎年その日はね雨でね、もうしょうがなくて、だからもうちょっと今日も晴れてくれてればもうちょっとねいろんなねほらあの近隣住民の聞き取り調査とか、まあそういうところもちょっと行けたんだけど、まああのまあ一応閉店確認ができたっていうことと、まあそのねご主人の住まいもねどの辺かっていうのも分かったっていうねことで、まあ今日は雨の中、取材はこの辺で一回打ち切りました、リクエストにお答えしましたが、まあこのね映像を見てくれて、それで気に入ってくれた方はチャンネル登録、高評価、あと、快適なコメント、お待ちしております、以上プロレス王子三本でした。